第3回パチンコパチスローナンバーワン決定戦、イエーイ。良かったんで粘ってきたんですけど、ちょっと忘れは山菜など積んでから参ります。続ける理由が薄くなってきたかなっていうところですね。かといって大移動しようにも台があんまり空いてないんですよね。正直いや難しいな。これは久しぶりに強地で行きましたよ。今日今1500回回してまだ4回目ですからね。これしかもちょっと広角っぽいところにいるんで、もう海岸じゃなくて直当たりでお願いします。やってこい、甲賀者。ヤシャマルを倒せ。どこだ、甲賀者。青文字か。そこか。特にチャンスアップも。殺せ。なし。その程度か、甲賀者。いかんな、ちょっと強チェリーハブしすぎっすね。ほらよ、あと3ミドル来い。ミドル来た、あと2人。ここで団地に行くとちょっと、ああ行っちゃった。笹原出てくるなよ。一緒に逃げる。残念ながら多分これで当たることはないと思います。誰かいいですか。スーパーにも発展せず、そうなりますよね。惜しいとこまで行ってるんだけどな。あと一歩。やっと来ました、海岸チャレンジから。ですね、現在これが14回目の海岸チャレンジ、14分の1です。これやっと来たって感じですね。おぼろ背景 50% 以上ですね。残り時間なんとかいい絵が撮れたらいいなみたいな。ちょっとガッキーとミオちゃんの動きも気になるんですが、とりあえずはこれに集中したいと思います。うわー、僕正直この5対5が一番嫌ですわ。勝負始め。ここに決したり帰国収集玄之介せよ玄之介せよ
と持ち玉でなんとかならなかったらちょっと大移動を考えようかなと思います。うわヤサ丸を倒せ。まあまあ連続演説は1ゲーム終了でしたけど、カットインが激アツだったんで、しかも赤タイトルチャンスアップですね。赤文字これ来てくれんだったらもう、これも忍びと生まれた定めじゃ、ヤシマルよ。マシンスキータイム。とりあえず107ゲーム持ちポイントですね。まあどうかなこれ。ここで。だいぶやっちゃいました。1対8位チャーベシー、ゲーム数でも1000ゲーム超え。なんですね、せっかくなら1500いってほしいなと思って頑張って回してたんですけれども、当たったっぽいですね、この定めの時。ヤークルってばっかりですもんね。はい、1389安倍氏、投資がですね、さっきまで300枚だったのが一気に1700枚になりました。だいぶきついんで、ちょっとこれで次の投資演武でもしその後天国移行しなければやめます。なのでここで出したいですね。出せなければ後がない。年俸昇格チャンスが短い。ほら、青です。ちょっと厳しいですけど、頑張ります。今日最後のトーンシェームかもしれないんでね。待てよ。きつい。ケンシロウがこっち向いた時に行きます。はい、ダメだな。ケンシロウが後ろの炎と被った時に行きます。これいったんじゃないですかね。おーし、ちょっと今回はこの打ち方ずっとやってみます。オカルト作戦。おー、そしてここで強ゼリー。これが多分今の強ゼリー分ですね。なんで確実に乗ります。2個、ちょっと少ないですね。さあでは宣言通り
さっきと同じ打ち方をしていきます。かぶった時ね、かぶった時。はい。やばい、ラス位置です。左手で行きます。よし、炸裂拳頼んます。マジですか。貴様の信念だもん。いやいや、あるでしょ、あるでしょ、あるはずです。なんだ、天国回してダメなら大移動しますね。バジリスク飲まれちゃったんで、信頼のスナイパイプ、それがたまたま開いたんで、ちょっと触ってみようかなと思います。僕自身初打ちなんで、ちょっとあんまり詳しいことはわからないんですけど、これ多分熱いよね。レア500どおりにしようかな。チャンス目か。どおりにしようかな。よし、宣言ステージ。星4つでしたね。お疲れ様です。ご苦戦しておられますな。このエリアのボス情報です。まあまあ、そんなに甘くはないっすわね。じゃん。多分ですね、超天国に降りました。ということで、速攻当たったんで、超天国で当たったとしたら、もう一回天国があるんで、2発、ラスト2発ですね。おお、これは総額するでしょ。よし。中断釣りだよ、頼むよ。青のまま、まあいいや、いいっす、いいっす、これはいいっす、これは後が大事。全然乗らない。今日これがダメなんですね。乗せれないんですね。でもここは勝とう。自分のタイミングで行こう。はい、もう一度。いやもうダメだ、全然ダメっすね今日。なんだよ、まあもう天国いてくれることを願うしかないっすわこれ。いやー、引きだ、引きのせいだこれ。でも時間がないからちょっと早く回しますね。ちょっとミノルさん不在でした、残念ながら。ちなみに隣のおじさんがめっちゃ出してたんで、向こうに遊びに行ってたのかもしれないです。で、こっちに来てみたら、オキスロコーナーなんかえらい出てるんですよね。でもってこれ、レギュラーにちょっと偏ってはいるんですけど、そんなにハマりもなく、今プラマイゼロのラインを行ったり来たりしてる状態なので、まあ、ちょっと様子見てもいいんじゃないかなと。
思います。どうにかちょっと負けたくない。さあカメラさんがちょっと他のとこに行ってる間に、ここに座ってトーチ150枚ですね、連続建築勝利で ART。 30ゲーム、ちょっと発動機だとこれがいいのか悪いのかが分かんないんですけど、あ、なるほどね。まああんまり良くないでしょうねこれ。まあちょっとシンデレラブレイドと似たですね。お尻ペンペンタイム、あれが見れたらいいなと。このバトルに勝てばお尻ペンペンタイムと。高くつきますよ。ちょっと待って、あと3つまで来たよ。これすっげー勝ちたいんですけど。ちょっと打てて気づいたんですけど、ここの体力のところ、これレインボーなんかな、なんかずっと攻撃を避けるんで、もしかしたらこれ確定？あらどこに撃破。長かったですね。これは絶対ソロンかな。なるほどですね。これの成立ラインによって期待度が変わると。じゃあ行ってきます。いや相変わらずバカバカしいっすよね本当。面白いけど。でまたこの車を追っかけると。天国で当たりました。で緑オーラで、今僕の5個食べてバトルに突入しようとしてたんですね。これは生かしたい。緑ですから。当たり6回。
甲子園の回数13回ひどすぎです。めっちゃいい台だと思うんですけどね。この引きだダメだ。あれ引きどっかに落としてきたかな。欲しいな。さあ ART 消化してきましたが2回目の追いつき。攻撃力がすごい高いですね。ということはやられやすいと。あ、違いますね、前回レインボーでしたね。これ1回5ダメージはきついな。ごめんなさい。まあでも200ゲームで、まあ、約500、600枚 2.9 枚なんでやっぱり早いですね、スナイパーは。いや、とりあえずちょっと出せてよかったです。エンディングです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。みんな疲労困憊。疲れましたね、本当に。じゃあとりあえず結果発表を言います。僕から結果発表、はい、どうしましょうか。まず最初バジリスク2を打ってて、はい、で調子は良さげな台だったんですけどもちょっと捨てて、で信頼のスナイパーに72、はあはあ、アイダンスよ、たまたま。でそれでちょっと出まして、で投資が2100枚。結構いきましたね。結構いった。2100枚。うん、2100枚の 回収500枚でマイナス1600枚と、はい、無残な結果。ひどいひどいひどい。それはひどい。ちょっと待って、ひどいって言うからにはお二人は当然。そんなことあります？ないないない。 あります現にあります。ありましたからね。じゃあガッキーさん。はい、僕ですね、はい、北斗の拳、天性の章でしたかね、はい、打ちましてずっと一台打ってたんですよ。本当はパチンコ行こうとしたんですけど最後に天国行ったりとか、はい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 、なんかプレミア出たりとかして、うん、まあ楽しめましたね。ありがとうございます。楽しめましたねじゃないです。結果ですか。結果がですね、投資が1700枚。平均 2.2 連。はい、以上です。回収はなかったですね。見たら、ね、メダルがもうなかったですね。引き弱ですよね、仕方ない。それは引き弱って言えちゃうんですね。もう言えます、言えます。そんな結果なんですね。はい、そんな結果です。はい、じゃあどうぞ、みゆちゃん。はい、本日投資2300枚、回収0枚です。いやいや、勝った感じで言ってるけど、すっきりした感じで言ってますけど、何それ、一番ひどいじゃん。はい、今日当たったのマハロのビッグ2回だけです。おお、以上。ちょっと待ってください、優勝って僕ですか。いやいや、優勝っておかしいでしょこれで。だったら何も打たないで歩いてましたの優勝じゃないですか。確かに。これちょっと本当にテンポに謝りたいんですよ。本当引きで負けたんですよ今日。まあ僕もバジリスク隣の台がえらいことになってて、うん、いや本当に状況良かったんですよ、うん、めちゃくちゃ良かったんだけど、もう本当にすいませんでした。すいませんでした。またね、次回機会があったらぜひリベンジを、ね、はい、はい、ぜひここでね僕やりたいですわ、うん、前回さんで、ぜひぜひ、はい、
ね。トモモ君、まあ、今回ノーコンテストとなりますけれども、はい、まあ、次回リベンジマッチができるかもということで ね、 そうですね、またぜひ次回を楽しみにしていただきたいと思います、はい、本日はどうもありがとうございました、はい、また次回よろしくお願いします。次回頑張りますついにパチンコプレイガイドがウェブに集結。パチプレ TV からオリジナル動画、もちろんプレイガイドエンジェルスの限定動画も見せちゃいます。ぜひご覧あれ。